福岡県の1日ごとの陽性者数を示すカレンダーです今日は8834人で前の週の土曜日を1500人余り上回りました発表自治体別の内訳は福岡市が2519人北九州市が1561人久留米市が546人などとなっています70代以上の男女13人が亡くなりました昨日時点の病床使用率は69.8%で 前の日を2.4ポイント上回りました重症病床の使用率は5.5%です九州各県の感染状況です佐賀県では1773人が新たに陽性になりました70代以上の高齢者3人が亡くなっています